内装見ていきます。運転席ドアトリムですね。特に気になるようなところはないですね。結構綺麗な、ドアトリムです。ツヤもあって、でスカフプレート周りなんかもねかなり綺麗ですね。フロアマットもこんな感じで、シート純正です。でちょっとねここほつれがありますね。まあ座っちゃえば全然わかんないですけども、このサイド部分のねすれなんかはもうほとんどないですね。で助手席側はこんな感じで結構綺麗な状態です。でステアリングはまあ若干のすれが1箇所って感じですかね。結構綺麗なステアリングですね。でダッシュボード上ですけれども、ちょっと奥の方にね1個なんかフックが残ってますね。まあこんな感じでダッシュボード上も綺麗ですね。オーディオは純正の CD-MD デッキで、無限のねシフトノブが、装着されてますね。こんな感じになっております。綺麗ですね。ちょっとエンジンかけてみましょう。よいしょ。やっぱね、このスプーンのマフラーはかなりいい音しますね。ちょっと吹かしてみます。なか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 ないい音&いいレスポンスですね。はい、ではトランク、綺麗ですね。トリム類の欠品は特に見当たらず。で、これサイレンサーかな？あ、サイレンサーですね。車載工具も、揃ってますね。で、よいしょ。助手席側。ドアトリム周り、綺麗な状態です。こんな感じですね。まあ距離ねこれだけ走ってきてますけどね、内装見る限りねそんな感じ全然しないですね。非常に綺麗な内装です。以上です。